えー、東京大会です。えー、と、ずっと今コロナで家にこもっているので、まあ、体力もないですけど、まあ、家にこもっていると時間だけはあるので、えー、YouTube なんかでね、いろいろまた過去のいろんな事件の動画とか見てね、えー、そういうのに興味あるもんですから、ああ林真澄の事件とかね、あの、いわゆるこう和歌山毒物カレー事件とか見たりして、 まあ、真犯人は誰かなということをね、私なりに考えたんですね。その話をします。えー、和歌山独物カレー事件の真犯人が誰かという話をします。で、その前に、あのー、以前、えー、山梨県でのね、小倉美咲さんの失踪事件のことを私なりに、まあ、分析したんですけど、えー、私は、まあ,あ、おそらくは中高年の 独身男性による、まあ人為的な拉致、誘拐だろうという話をしたんですね。結果的にまあその遺体が、遺体の一部がその山林から見つかったわけですけど、かなり遠い地ですかね。えー、本来その失踪した場所,場所よりも少し離れた場所で見つかったようですが、まあ私はこれに関しても、まずやはり最初の、えー、初動の部分は、 誘拐拉致があったと思っています、まあ、ただ、もう本人が亡くなっているということで、この話は終わりになりますので、まあ、ただ、うん、私はあ、あの時に考えた通り、まあ、小倉美咲さんは一回、特定の男性に誘拐されたであろうと、まあ、その後何があったかどうなったかわかりませんけれども、まあ、そういう分析を、まあ、逆に否定するもようなものは見つかっては、 いませんと、まあ、その話は終わりにしまして、えー、今回の和歌山独物狩り事件に関してはですね、真犯人は、あまあ,あ、最初に言わない方がいいですか。えっ、ー、と、まず、うん、えっ、ー、と、林正美さんではないということですね、えー。これは私はそう思っています。まあ、それは科学的な根拠ですね。まあ、具体的にその、えー、仮想圏の おーかなり人為的なあ結論ありきのちょっとこうねデータ改ざんと言っていいのかデータ改ざんというよりも見せ方の改ざん、改ざんとかな見せ方の問題ですよねそれを京都大学の大学院の教授が指摘しましたけれどもまあ私もその説明を見ながらですね あそうだと思いました。あの、ですから、まあ、それは仮想権は警察の一部なわけで、えー、やはり、まあ、公平なあーデータは出せませんので、まあ、あの、出そうとは思ってると思いますけどね。結果的に、まあ、警察に有利なデータの処理の仕方をしていることは、まあ、専門家の説明でよくわかりましたので、まあ、それに限らず、 ま、当時、私もあ、もちろん、記憶残ってますけど、あの、和歌山、毒物カレー事件の時の熱狂ぶり、えー、警察の熱狂、司法の熱狂、マスコミの熱狂、地域住民の熱狂、そして国民感情の、まさに熱狂の中で、えぇ、ー、ま、林正二さんを守る勢力は不在という中で一方的な、あこれはゲームだったんですね。 えー、彼女、まあ、有罪死刑一択。まあ、そこへ向けての、なんていうか、コラボレーションの、まあ、一種の、これが、ゴールが、やはり彼女の死刑であったというような印象を持っています。まあ、その意味で、まあ、結果こうなってしまった罪は、まあ、日本人全体にあるようでもあり、まあ、その辺が、やはり、こう、僕たち、日本人の、まあ、あの、昔戦争に突っ走った時のような、 やはりこう、極端な、まあ、善意が暴走するっていうね。いわゆるこう、善意の暴走ということの一つのやはり典型的な例だったかなと思っています。これについてはやはり、まあ,あ、る種の伏しめたさとか、ある種のこう、なんていうのかな、矢島ぶりっていうことに関しての、まあ、罪悪感は日本国民の、まあ、ほとんどが共有する,するところだと思います。 えー、もうずいぶん昔の話ですけど、まあ、あの頃本当にどの程度本当にしっかりと考えていたかと言われれば、まあかなりこう、う乗せられてしまっていた面が国民にもあったなと思っています。まあそういうことで、では真犯人は誰かということなんですけど、あの、まずはっきり申し上げます。えー、小学生ですね。小学生のお男子。 です。小学生の男子、えー、あまり名前言わない方がいいですよね。もちろんね。だから、その、ある小学生の男子、で、その子が、あまあ、ヒ素で、えー、まあ、動物を、等をですね、殺したりという、まあ、過去のそういう実績もあるようですから、まあ、その特定の彼ということになるんでしょうし、 まあでもまさか4人が死亡し、60数名を食中毒という、こんな結果になるとはね、そして日本全体が震える大きな事件になるとは、そして自分の代わりに、立派な大人の女性が一人死刑になるとは、まあ、そういう状況に多分彼は震えたと思います。その男の子はね、震えたと思います。まあ、あの、仮に捕まっていても死刑にはならないと思いますけどね、小学生。 ですからね。まあ、とはいえ、まあ、結局代わりにスケープゴートになる、まあ、ちょっと憎たらしい女性がいたので、まあ、結局ね、かわいそうにその林まずみさんになってしまいましたけれども、まあ、しかし、彼はどうやって生きてきたんでしょうね、これまでね。あの、彼なりに辛かったんじゃないでしょうか。ねええー、自分がやったとも言えないしね。うん まあ、地域に当時いたうん、その地区ですから、限られた地区ですから、まあ、せいぜい数名の小学生の男の子、まあ、その一人ということになりますから、まあ、私はそこで全く疑いの余地はないです、えー。で、この事件の持っている特徴を考えたところで、えー、どう考えてもこれは大人の犯罪ではありません。 大人の犯罪ではありません。えー、それはその行為の持つ、えー、そのもたらす結果、で、えー、その想像力、そしてそこに絡む利害関係、まあ、とうとう考慮したときに、ある程度こう、俯瞰した視野が持てていれば、つまり大人であれば、相当な歯止めがかかってしまう部分ですよね。 え、で、このところでうまく、こう、人の目を逃れて、え、まあ、毒を混入できるとすれば、これはもはや大人ではないと。である程度、体の小さな、素早い、そして、こう、疑われにくい、そして、その、被害しかもたらさない、利益をもたらさない、このような行為に愉快さを覚える、 まあ、と、非常に死逆性が強い時期というと、まあ、小学校、中高、まあ、行って中学生ですね。で、この範囲で、しかもその、性的なエネルギーも入ってくる時期ですから、やはり、まあ、男子が強いだろうと。まあ、女子の可能性もなくはないですが、基本的には、小学校の中高学年の男子を中心に、えー、薄く女子の可能性、 同じ年頃、そして薄く、えー、中学ぐらいまでです。で、この範囲でもう一回探せば、それはもう叩けば、埃は出ます。いくらでも、まあ、数名いるはずですね。または、まあ、全部足せば、もうちょっと広げれば十数名、小中学生がいると思います。あの当時のね。まあ、その誰かが犯人となっても地域としては、おそらく、その、 被害を受けた家庭の子供ですらあり得た状況の中で、まあ、ある意味逃れられた面もあっただろうし、または林ますみにしておくことでっていう形で、まあ、ほっとした部分もあったでしょうし、まあ、これは永遠に、あの、やはり人間は、ああ、勘まで持っていくことありますから、まあ、死ぬまでの秘密として、まあ、結果的に林ますみに、 自分の罪を背負わせてしまったと思っている、もうおそらく今の年頃では、あもう十分立派な年頃のですね、えー、おそらくは男性が今それを思っていることでしょうね。うん。まあ、そういうことで、まあ私の中では結論はもう明確で。ただ、あとはそれをですね、まあ、あの、ある意味、うん、そうなってしまったことを、どの程度、 そこまで行ってしまったマスコミであったり、えー、それから、あー警察であったり、司法であったり、地域住民の方々であったり、まあ、またはその罪悪感を持つ国民全体であったり、どの程度巻き戻せるのか。巻き戻して、または罪を認めて、罪ってのはその間違ったという罪を認めて、仕切り直すということの痛み、組織的な痛みを考えるとですね。 じゃあ、林真美さんで行っちゃおうかっていう、うん、悪魔のささやきもあるでしょうしね。そういう中で、ただ私としてはやはり、うん、まあ、あの、願わくは、毅然とね、えー、孔子講師が言っているようにあやたまるにですね、えー、もう師匠はないんですから、どうか自分の非を認めてね、君子というものはあ、と思っています。まあ、どうかどうか、あのー、 このまま林さんをですね、まあ死刑にして、まあいいや、もうこうなったらもうしょうがねえやね、ね、うん。林さん死んでもらおうよ。そう、そうだよ、そうだよっていうのは、うん、よろしくないなと思っています。はい。だいぶ喋りましたがあ、以上で私の分析を終わります。以上です。